いですか。おはようございます、本日はですね、今からじいちゃんの墓参りに行きたいなと思います。今日は夫婦でまた行くんですけども、じいちゃんの墓参りに行くようとして、服はなぜか知らんけどオールブラックで揃えてますでは、和歌山に行きたいなと思います。いや、あれから3時間車を運転して和歌山県の田辺市本宮町に来ました。これは熊野古道の近くなんですけど、ここでまず、肉を買います。そしてじいちゃんの墓参りする前にバーベキュー用の肉を買いに行きます。ここですね。今からはですね、以前ボンビーガールでやってた和歌山県のシュークリーム屋さんに来たんですけども、そのボンビーガールの、お店は今日はお休みみたいですね、残念ながら。昨日いい匂い。超観光スポットじゃん。とうとう着きました。誰も住んでへん、屋敷のような怖い雰囲気のじいちゃん家です。どうぞ。さん。うん、別に嘘やとか。これはですね、ちょっと上に行ったら猿とかイノシシが出てくるらしいので、とんでもない場所なんですけども、この景色がいいんですよね。後ろ見てください。ズン。大丈夫ですか？はい、そう、下とかなんか大丈夫？あ、本は咲いてる。あ、カニの死骸、なんてことですか？サワに？サワあんの？ここ。あ、なんかちっちゃな小虫いる。ではもう聞いたのが、ホリニシとクロスのスパイス、そして100均で買ったコンロ、そしてそのピークのコップ。乾杯しないの？あ、乾杯する。ごめんごめん。水乾杯。はい。でさ、ここをバーベキュー場とする。ここで行くない？でも火ついてるよ。いい？ほら、早い。そっち消えたね。あっち行ってここに掘りにしとかあるよ。ありがとう。いただきます。うん、うまい。うまい。めっちゃうま。これいくんじゃん。そうなの。パン持ちたいとこは、うまっ。うまかった。うわ、大丈夫？
ではバーベキューが終わったんで今からは、じいちゃんの墓参りメインイベントに行きたいなと思います。畑ってとりあえず米とか覚えてるか。それではあれから帰ってるんですが、帰りしなに足湯をするスペースがあるので夫婦でそこで足湯をします。これはあのじいちゃん家行ったらいつも寄るんですけども、嫁も気に入ってるのでそこで足湯してリラックスしてで帰りたいなと思いますが、ちょっと眠くなってきましたね。ちょっと眠いね。眠いさんですか。ちょっとソフトクリームでも食べて足湯してゆっくりしてから帰りましょう。事故のないようにね。なんだか期待外れでしたわ。卵みたいなのめっちゃ浮いてる。シェアする？あ、そういうのチョコついてる。こんな時代やったらお前これお前燃料お前よく踏んじゃうお前何も走ってるこれ、ま、これこれ